はい、こんにちは、辻です。今日はですね、こちらの R5 さんにサクラムのマフラーを取り付けますので、そちらの作業の様子をご紹介したいと思います。で、最後ちょっと純正比較で、音の方を、チェックしていきたいと思いますので、まあ、そちらも合わせてご紹介させていただきます。それでは作業を進めていきます。はい、まず最初にちょっと純正も取り外したんで、ちょっと純正と、サクラムの新しく取り付けるマフラーと比較、して見ていきたいと思います。で、マフラー純正の方はもうやっぱり50系だとかなり、まあ、年数も経ってるんで、こんな感じでもうボロボロになっちゃってます、錆びて。なので、まあ、チューニング目的もそうなんですけれども、まあ、リフレッシュで交換されるのもいいんじゃないかなと思います。で、一方サクラムの方は、まあ、高品質なステンレス製でかなり美しい仕上がりです。で、溶接も本当にかなり綺麗なんで、非常に見た目もいいですね。で、サクラムといえばこのテールなんですけれども、テールもかなりかっこいいです。で、あと重量的なものは、純正がだいたい21キロぐらいで、一方サクラムの方がだいたい16キロぐらいなんで、まあ、5キロぐらいの、軽量化にもつながります。もう見た目がもう全然違いますね。はい、なんでこちらのサクラムのマフラーを取り付けていきます。はい、取り付けが終わったんで、ちょっと順番に再度確認していきたいと思います。で、中間がこんな感じで、もうめちゃくちゃかっこいいですね。で、一応取り付け時にちょっとその油だったりだとか、まあ、手垢とかつくと焼けた時にこう出てきちゃうんで、全部脱脂します。で、このパイプ系も、まあ、純正比で若干太くなってます。で、大きく違うのは、まあ、純正比較で1回見てもらってるんですけど、まあ、純正だと左右の太鼓それぞれ通る仕様なんですけど、サクラムだとリアで半分に分かれて左右のサイレンサーに行くレイアウトになってますね。で、これが焼けるとまたすごくいい色になります。で、サイレンサーも非常に綺麗で、僕が映っちゃってます。で、一応純正よりちょっとここの幅が広くなるんで、バッテリーのケーブルがここ通ってるんですけれども、一応その熱対策のカバーなんかも全部付属してくるんで、まあ、非常に考えられているマフラーですね。いい音しそうです。ちょっとじゃあこれから早速、音の方を聞いていきたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。サクラムのマフラーのことはぜひボンドミリまでお問い合わせください。土がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。